はい、こんにちは。では、そろそろ始めようかな。声は届いてますでしょうか？本日はよろしくお願いします。今日はですね、まず Z ブラシコアをお見せして、で、指輪を作ります。まあ、いくつかの方法で。で、その次に、Z ブラシプロ版に移って、それぞれの違いを見せられたらなと思います。はい、こんばんは。声は届いてるっぽいですね。はい。OK。OK ね。はい。はい、ありがとうございます。ではですね、じわーっといきますね。だんだんテンション上がってきます。コーヒー用意しよう。あ、そうだ。これ、顔を出さないといけないんだね。はい。じゃあよろしくお願いします。ちょっと寒いよね。はい。では、じわーっといきますね。まず、Z ブラシコアです。で、Z ブラシコアなんですけれども、プロ版にも応用を聞くような話が出てくるかなと思ってます。では、Z ブラシコア、いきます。ですね、まず最初に、まあ何でもいいんですけど、球体を出してくると。で、そして、パースを切ります。今から指輪を作っていきますね。で、Z ブラシだと、まあ Z ブラシコアだと特に、サイズとかに指輪みたいに厳密にやんなきゃいけないようなものをね、Z ブラシコアで大丈夫なのかなって思うかもしれませんけども、まあ、結構大丈夫です。まずですね、いろんな方法があるんですけれども、指輪作るのに。では、ちょっと作っていきます。で、まず、ギズモを出して、ギズモから、このシリンダー 3D を登場させるんですね。で、シリンダー 3D が出てきたら、こう真っ先にこの密度を上げる。まあ、ついでにこっちも上げとこうかな。はい、まあ、要は、ちょっと高級にしとくみたいな感じですね。はい。高級とかメッシュの密度を上げていくってことをやりました。まあ結局はね、ダイナミッシュかけちゃうんで、多少角は落ちるんですけども、すぐさま、ちょっとこれ複製しとこう。後で使うかもしれないので、一応複製しておき、で、これでまず指輪の、大体の素体というかね、ベースを作っていきますね。はい。結構ね、楽しいですよ。楽しくできればいいなと思っております。はい。これをコントロールしながら、複製移動で、まずじわーっと複製します。はい。で、またこのギズモの、歯車から、このまま、ポリキューブに変更すると、サブツールを、作らずに、まあ、このキューブと、円柱が、できるってことなんですね。で、ちょっとこのまま行きますが、ですね、あ、そうだ、まず、今こんな感じになってるんですけども、上の、立方体は、ちょっとメッシュの密度を思いっきり、ちょっと下げとく。まあ、6面体にしとくんですね。はい。こんな感じ。で、挿入から、さっきコピーしといた、円柱をまたこの別のサブツールに入れといて、多少ね、雰囲気つかめるように、これまだ穴開けないんですけども、雰囲気つかめるように、ちょっとここが穴になるよっていうのを置いときます。はい。で、失礼。上の面を選択してぐーっと下げとくと。こんな感じにしようかな。ちょっと一回非表示にして、で、このまま、もう、そろそろダイナメッシュでちょっとグイグイ行くモードにしようかなと思います。はい。ダイナメッシュで、もう、なんていうかな、ハードサーフェイスっていうか、まあ、このローポリゴンで仕上げていくっていうよりは、今日はちょっとハイポリチックに、まあ、部分的にハイポリ、部分的にローポリみたいな感じで、ちょっと行きたいなと思ってます。ちょっとね、寒いんですよね。で、一応256ぐらいにして、で、ダイナメッシュを更新すると、まあ、こんな感じになると。まあ、部分的になんかちょっと怪しい感じが出てくるんですけども、まあ、この程度であれば、そっとこう、
隠れてスムーズをかけとくと、さっと、まあ、どっちみちねこの後いろいろやるんでね、はい、でこんな形を作るんですね。まあ指輪のデザインなんで自由度高くやりたいんですけども、でそしてこんなことやってみよう。こう少しこう選択して下の方を選択して、で穴の位置がこんぐらいかなっていうのを見て、もうちょっと上に上げとこうかな。あんまり上がでかいとつけづらくなるから、ちょっとここでちょっと若干調整っぽいものをして、はい、こんな感じかな。はい、はい、でこの辺ガリガリスムーズかけてるんで、ちょっと周りが荒れ始めてるんですけども、こういうのは、まあ、気になり始めたら平面化で少しこう削っとくと。で実はですね、削るのは片側だけでよくて、まあこっちに例えば 0.52、 こっちに 0.52 って正確にできればいいんですけども、これドラッグでね、ドラッグでこれちょっとグーってやるのしんどいから、もうそもそも片っぽだけやる。で片っぽだけやってこう、際をきれいにしておいて、後ろはどうするかっていうと、トポロジー編集のミラーと結合、これここにねボタンないボタンね、 Z ブラシって結構ボタンないボタンがあるんですけども、ボタンないボタンの X を切ってよいしょで、Z をオンにする。でこれでミラーと結合をオンにすると、はい、両方きれいに均等、まあ、距離的に均等にスキッとするっていうことですね。はい、まあまだ削んなくてもよかったんですけども、こんな機能があるよみたいな。はい、で、これねあまりにもこうサクサクできちゃうから、ちょっとね盛大に時間が余りそうなんですけども、でこう下を選択してポンポンポンとこうコントロールをしながら、モデルをつついていくと、こうだんだん、ね、ボケていくんで、まあ、それでもいいんですけども、ちょっとですね、もうこんぐらいしようかな。やっぱりね、マスキングのマスクぼかしをガンガン押した方が、ボケはでかいかな、みたいな感じがします。はい。こんな感じしようかな。はい、で、ギズモを出して、ベンドワークで、ちょっと上を広げてみましょう。ね、こんな感じ。あくまでも真正面の視点で少しこうちょっと下げようかな、こんな感じで、はい、はい、徐々にベースが出ていくと。で指輪ってまあね、いろんな指輪があるので、まあ一概に言えないんですけども、このデザイン部分、こっちがデザイン部分で、で下がねこの関節こう曲がる部分なんですけども、でこっちの方が細い方がまあつけやすいね、こう指がこうつけやすいのと、こう指でこう関節が曲がりやすいとか、あまり邪魔になりにくいね、つけ心地がいいって、いうことがあるので、それをちょっと作ってみましょう。ねまずこのデザイン、これね一応ねサブツールに名前つけた方がいいですね。僕、まあ、普段はあんまりつけたりしないんですけども、わかんなくなるとかね。はい、まあいいや、これで。で、下に、挿入から、キューブを入れとき、で、ここで、ちょっと角度を作っとくと。これぐらいがいいかなーとかね。これぐらい。まあ、中心は、このフロアから伸びるこの緑の線で、だいたいわかるので、これぐらい。これぐらい。こんな感じにしようかな。まあこれ実はね、まあ若干プロ版の方のネタバレをすると、プロ版だとまあ視覚的にこう確認できるんですけども、まあコアだとちょっとこう少し見定めてやんなきゃいけない。まあそれでもね別にいいんです、いいっていうか、まあやり直せばいいだけなので、もし角度が気に食わなかったらちょっとこのままいきます。で、これももう片側に作るために、やっぱりこのミラーと結合が輝くと、 X で Z でミラーと結合でこんな感じ。はい、で角度が気に食わなかったら、もうちょっと極端がいいかなと思ったら、ちょっとね
ここの太さは、ここの、あの指が曲がる付け根の部分は、キープして、上だけ曲げたいので、オルトをしながらギズモだけをこう付け根につけてこんな風にこう曲げておくと、ちょっと上はもうギリギリにして、で改めてミラーと結合、はい、で上がガーンとでかいと、まあ、ちょっと今回はこれでいってみようかな、はい、ここでまたここでいきなりトピックなんですけども、さてでこれが、まあ、削るやつで、削るやつにはここでこう削りの運命を与えておく。これ Z ブラシに限らないのかな、この拡大鏡がついてるのって。不思議だったんですよね。あ、これ講師としてはすごいありがたいんですけども、どうなのと、結構講師じゃない人って結構使うのかなって疑問だったんですよね、この拡大鏡機能。細かいから見やすくしてんのかな、はい、まあいいや、はい、で上から行って、で、まあ、ちょっとね頻繁にクイックセーブしてますけども、ダイナメッシュを一応確認して、で上から下に結合します。で結合時に失敗すると、やり直せないので、Q をして一応、クイックセーブしとくと、はい、リズムを出すショートカットというよりは移動モードにするショートカットなんですね。僕がやってるのは W ですね。W でギズモが出ます。で、ギズモが出るショートカットというよりは、移動モードにするためのショートカットです。はい。で、ちなみにね、うっかり集中しちゃうと、コメント見逃したらすいませんね。おいって、文字で叫んでください。はい。で、今クイックセーブして、で、上から下に結合します。これね、削りの運命を与えて、まあ、減算ですね。で結合で、下と結合で OK と。で、この時に早速問題が起きるんですけども、コントロールをしながら、芯をドラッグすると、こう、バーンと削られるんですけども、削られるんですが、結構周囲がぐちゃっとなるんですよね。これダイナメッシュの、まあ、ダイナメッシュでね、面の張り直しをするときに、起こってしまうことなんですけども、はい。で、これ回避できるかどうか、ね、これ回避できるかどうかっていうことなんですが、これは回避できます。ぐちゃっとなっちゃう分は、ある程度改善できます。で、二つの改善方法があって、一つは、もう、力技でダイナメッシュの解像度を上げるっていうことなんですよね。で、ダイナメッシュの解像度256をもう1024とか、マックスまで上げちゃう。はい、こんばんは。上げちゃうってことなんですけども、まあ、それだと、まあ、ちょっとどうもなと思うので、もうちょっと、ちゃんとね、CG っぽい機能あるかなと。で、それあるんですね、実は。そもそも前提から言いますと、ダイナメッシュの更新、いわゆる僕が言う面の張り直しっていうのは、面の張り直しの時に均等にほぼ同じ大きさの四角を並べ直すってことをやるんですね。なので、鋭角にこうなんていうの、エッジの部分、要するにもうちょっと細かさが欲しい部分も平等に同じ四角が与えられるから、この辺ね、こう際のところとかが足りなくなるんですね。なのでダイナメッシュの更新によってちょっとぐちゃっとなるよってことがあります。ところが、この投影ボタンを押しておくと、形状に対して忖度してくれるんですよね。まあ、忖度っていうか、配慮してくれるんですね。形状を投影してくれるんです。で、しかもこのサブ投影値、このサブ投影値を上げれば上げるほど、形状、要は細かいところには、細かく、メッシュを残すってことが起こります。やってみましょう。はい、こうすると、はい、先ほどと違って、この、エッジ、この際のところにいっぱい、ごちゃごちゃっとこう、メッシュが残る、いっぱい密度が与えられてるってことがわかります。で、これによってダイナメッシュの更新をしても、はい、こんだけシャープな、エッジを維持してくれるってことになるんですね。なので、よくね、ダイナメッシュをね、面の張り直しをすると、ダイナメッシュの更新をすると、この形がぐちゃっとなるのどうにかなんないのっていう話があるんですが、それは投影で解決するよってことがあります。ただし、計算時間は、そこそこ伸びるので、要注意。まあ、用が済んだら、
まあ、切っとく、まあ、切っとくとね、あのまたダイナマシンの更新時に結局同じことが起こるんですけどね。はい、まあこの投影という機能を覚えておきましょう。はい、いいでしょうか。で、さて次に行きます。で、上に挿入からちょっとまた、ね、立方体を入れて、ポリキューブ、はい、ポリキューブにすると。で今回はまあいいや、これでいこう。こうしてこうしてこんぐらいにしようかな。こんな感じで、こんな感じにして、はい、さらに、Z プラグインから、テキスト 3D で、ここにテキストを打てる、機能があるので、新規テキストから例えばノブホップと入れるとノブホップとこう出てくるんですね。で、ちょっとこれいっぱい触るのでこっちに出しておきましょう。はい、で今この、デフォルトでテキスト打った状態ってこの部分がガタガタなんですね。ガタガタだとかっこ悪いから、スムージー、これスペーシングだ、解像度の方を上げておく。そうすると綺麗になっていくよっていうことになります。でちゃんと書体が用意されてるというかあるので、いい感じの書体を選べればなと思うんですね。はい、こうして、で例えばじゃあこれでいいやと、はい、でこれにしておくと。で、ただこれに関しても、まあね、前回のライブの時とかね、前々回かなやったんですけども、まあここもいろいろできるわけですよ。ちょっとベベルとかって、ベベルを上げるとこう角が落ちたりっていう機能はあります。まあ、今は落としません。こうして、こんな感じでしようかな。今ねサブツール切り替えたんですけども、オルトを押しながらモデルをクリックするとそのサブツールに変更できます。これ結構便利ですね。はい、こうして、で、ちょっとこの板さん、これも一応ダイナメッシュにしておきます。256でダイナメッシュにしておいて、でこのこいつはこのままでいいかな。これをこうして、貫通させといて、で、今こいつがここか、でこの板がこの位置にあるからちょっと隣り合わせにしておいて、で、原産の運命を与えて、でこうやってね、サブツールで結合とかなんとかするときは、まあ、必ずクイックセーブをしとくと、なんか失敗したら、やり直せるんでね。はい、で、ここでうまくいくかな。マスクが残ってたりするとやばいんで、一応マスクの確認をして、はい、で、下と結合で、この時に面の張り根をするとこうやって抜けるんですけども、抜けた時にやっぱり形がぐちゃっとなるんで、まあこれでいいっちゃいいんだけれども、まあこれをこの雰囲気を生かすっていうのはいいんだけど、シャープにしたい場合はやっぱり投影ボタンにチェック入れて、それから面の張り直しをするとエッジが結構ギュッとシャープになると。なのでダイナメッシュっていうのは常にぐちゃっとなるっていうものじゃないんですね。ちゃんと投影っていうボタンがあって、それによってエッジは保たれるよってことになってます。これ結構最初からあるんじゃないかな、コアでも。ちょっとその辺記憶があれだけ曖昧だけど。で、今穴を、ね、こう文字で抜いた状態を見てみましょう。これが正体ですね。この正体、さらに、正体で島の正体を明かすと、ポリグループから
自動グループすると、はい、島がいくつあるかが分かります。島がいくつあるか、これどういうことかっていうと、離れ小島があるよ、まあ、こういうのは当然 3D プリントされませんので、されないっていうかされるけど落ちていくので、ヒューって、なのでこれを消していきます。まあ、デザイン的に別になんとなく引きたいになってればかっこいいかなっていうことで、消していきます。シフトコントロールをしながら、まずこいつ離れ小島のこいつをクリックで、もう一回クリックで、次はクリックごとに消えてきます。はい、で全部消えました。でこれただ隠れてるだけなので、また出てきちゃうんですね。でこれ絶対忘れずにトポロジー編集から非表示削除をすると完全に消えてくれるということになるんですね。はい、で、こうして、はい、これに対して、またっていうか、このベンドワークでギューってやる、まあ、当然こう、もう広がっていっちゃうから、この白いコーンで調整することができると。スーッとこうして、はい、こんな感じで、はい、で、ギズモでこう調整して、はい、まあ、例えばこんな指輪面白いかなみたいなね、もうちょっと自由なんですけどね、こうやってこんな感じと。で、ちょっともう一個いきます。でさらにちょっとこう衣装というかデザインを施していくとどうなるかっていうのを見ていきましょう。はい、で例えばこの横ね、横の部分に、ちょっとしたデザインを施したいなと、ちょっと彫りを入れたいなっていうことで、例えばぐーっとこうマスクしてやり、感じかな。で上はカットと、はい、でちょっとソロモードにする、あ、まあいいや、これでいこう。でこれで、何するかっていうと、抽出から両面で、必ず両面にして、両面にして抽出で、両面か両面じゃないかっていうのはちょっと簡単に説明しますと、抽出するときに両面がオフだと、この面から外側に対してだけ厚みがつくんですけども、両面にすると内側に対しても、ちょっとこれ出ないかな、あ、これ出るな、面から内側に対しても肉の中にも厚みがつきますよという機能なんですね。これを利用します。ついでに表面スムースも上げといて、これ滑らかになったりするんで上げといて、でこれで厚さをちょっと厚みにして確定と、はい、で確定するとこんなモデルができると、はい、いうことですね。はい、はい、これがどうなるか。でちょっとね、上をシャープにカットしておきたいから、あ、うまくいくかな、いかなかったらそっとやめよう。うん、いいな。ちょっと上をシャープにカットしておきたいという意図でした。はい、こんな感じ。でこれをまたさらに削りの運命にして、削ってやるということですね。これがまだ、はい、これでまたちゃんと何かする。大きなことするときは数字の9を押して、はい、これで、今スカルプトしてないから明るめにしとこうかな、こんな感じ、で大丈夫で、間違ってないな、結合で下と結合と、OK で、また普通に目の貼り直しを、はい、これすごいシャープでしょ、これすごいシャープに削れるんですよ、投影がオンだからなんですね。で投影がオフだとこう結構ぐちゃっといっちゃう、こういうの見たことよくあるね、こういう光景よく自分でもね目にしたことあるかもしれませんけども、投影オンにすることでシャープに面の貼り直しができますよということですね。はい、でこれであとはどういう風に仕上げていくかっていうのは考え方一つなんですけれども、どんどんやっていきましょう。
はい、これで、まず、この、穴を通すためのね、こいつ。これ複製しときます。で複製して、一番下に置いときましょう。一番下に置いときましょう。はい。で、一番下に置いておき、ちょっと失礼。これで二つ用意するのが、肝です。はい、で、これを、まあ、削りにしといて、もうそろそろいいかな、ということで、これを削ってやると。これね、見た目で、まあ、慣れてないっていうか、見た目でですね、穴を開けるときに、結構ね、厚めで開けようとしちゃうんですけども、結構ね、指輪って薄くてもいい、薄いんですよね、これ。こんなに厚くない。まあ、ちょっとね、指輪の人が、ジュエリーデザイナーに結構いっぱい知り合いがいるから、あんまり僕が偉そうなことで怒られちゃうけど、まあちょっと薄めにしといて、あんまりやると、まあ別にこれ貫通してもいいんですけど、ちょっと気をつけながらやろうかな。はい。透明にしてもあんまりよくわかんないけど。じゃあまあとりあえずやってみましょう。これで、下と結合し、で、面の、直しということですね。はい、こんな感じ。はい、で、指が当たる部分はこんなに角張ってると痛いから、ちょっとね滑らかにしておきたいですね。例えばこう。でね、さすがにねこの時はね本当はダイナメッシュを。低くしたいんだけども、まあ、少し、まあ、今日はちょっとお急ぎモードでやります。余計なデザインを施したから影響が出ちゃう。ここに面が密集してるからね、あんまり柔らかくないんですけどね。はい。だから、ちょっとね、僕が一個後悔してるのは、ここを滑らかにしてから、削ればよかったな、とかって思うんですよね。はい。本当は、ちょっともうこうやっちゃって、スーッと、結構、少しポンポン押すような感じで、滑らかにしていくと、なんか少しでも付け心地が良くなればいいなみたいなね。はい、はい、で、まあちょっとこのままいっちゃいますけども、これでこれとこれもちょっとくっつけておきましょう。上から下にあと結合でくっつけとくと。はい。で、ちょっとまず第1弾、適当ではありますが、指輪ができたと。例えばマテリアル的に、どんな感じになるかな、出力するとどんな感じになるかなっていうのを楽しみにしておくということですね。で、もう一つ、例えば、皆さんは、ちょっと世代的に、ロード・オブ・ザ・リングっていうね、映画があるんですけども、まあ、知ってますでしょうか。ちょっとね、一つの指輪っぽいものを作ってみましょう。では最初からいきます。で、今日はいろいろこんなこともある、あんなこともあるってお見せできればなと思います。はい、無情にさっきのはいなくなってもらって、で、今度は例えば、あ、ちょっとね、ごめんなさい。その前に、ちょっとクイックセーブから、先にですね、ごめんなさいね。まずね、
この一つ穴を残した理由から言いますね。もうちょっと今滑らかにした分、上なんつうの、穴が大きくなっちゃったから少し整えて、穴の位置とこの筒の大きさを合わせておきます。で、書き出しのことですね。で、書き出しの時に、Z ブラシって数値がね、弱いって言われがちなんですけども、じゃあどうやってね、17号とか18号とかね、16号とかって指輪のリングのサイズ、こう、指輪のリングってなんだ？リングのね、サイズを決めるかっていうことをちょっとお見せします。はい。でもね、書き出しの時にやっちゃうんですね。で、2つあるっていうのがポイントで、穴の大きさと同じ円柱がここに存在しているってことがポイント。まあ、開けるための穴と、サイズを合わせるための穴を2つ取っとくっていうことだったんですね。で、サイズを合わせるための、穴とか円柱が、ちゃんと取ってあるので、例えば、これはちゃんと、サイズという名前にしといて、このサイズの方のサブツールをしっかり選択していただき、Z プラグインから 3D プリントハブで、ここで一回サイズの更新をして、まあ、何でもいいんで適当に、まあ、ポンと押しとく、まあ、22ミリってやつを押してサイズの更新をしました。で、当然 X と Y の値は一緒なんですけども、 Z つまり奥行きは違うと、長いってやつですよね。で、ここを例えば僕の薬指とかだと、18.5、まあ、ちょっと太いんですけどね、18.5 なので、18.5 ミリにしてエンターで、そうするとちゃんと、それぞれのサイズも比率が合うよってことになると。で、これで書き出すとちゃんとこの、ね、上の穴も 18.5 ミリの径で書き出されるんですね。ここでちゃんとあくまでもサイズの方ですよ。サイズの方、上の方を指のサイズにしちゃダメですよ、当然だけど。サイズの方を、18.5 ね、皆さんの指のサイズにしていただいて、STL へエクスポートします。ちょっとやってみましょう。ここで保存と、で、ここで名前、どうするのって聞いてくるんで、まあ、ちょっと2番に Use the subtool name と、サブツールの名前を使うよってことでポンと押すと書き出しが完了してると。で、ちょっとドキドキしながら、本当にそういう指のサイズになってるか、ある 3D プリンターのスライサーで見ていきましょう。まあ、ここにフラッシュ保持ハンターってもの書いてあるんですけどね。ロードで、さっきのデザインとサイズ、これを2つ選択して読み込んでみます。はい。そうすると、はい、ちゃんと入ってきました。で、なかなかそれっぽいなと思うんですよね。これをクリックし、で、スケールを確認すると、はい、18.5 ミリにちゃんとなってますと。3D プリンターのスライサーで見ても、ちゃんと Z ブラシコアから、正確に、ね、コンマ1のあれも許さずに、これスライサーですからね、ちゃんと厳密に、出るとは思うんですけども、厳格にサイズが、出力できたってことになるんですよね。だからぜひ、Z ブラシコアしか持ってないよって人も、指輪製作にチャレンジしてみていただきたいなと思うんですね。はい。良いでしょうか？大丈夫ですか？はい。英語で揉めてませんね。はい、大丈夫ですね。はい。では、今の、このやり方をしていただければ、球体のね、球体関節を使うような人形も、工夫すれば Z ブラシコアでできそうだなってことがわかると思います。はい。では、一つの指輪って言いましたね。で、それを作ってみましょう。はい。では、まず、まあ、穴を開けるっていうか、ちょっともうそもそも、穴が開いた。あ、よかった。ありがとうございます。名前がうーんって書いてあるからちょっとドキッとしますね。うーん、どうなのみたいな。はい、それはともかく、こう、ちょっとこう。こうやって、まあ、あらかじめ、穴を開けとくよ、なんてこともできるんですね。ちょっとこれご紹介なんですけども、こうして、で、こういう状態で、用意しておくってこともできるんです。ね、このシリンダーに対して、このコーンで
操作できるよっていうお話です。はい、で、例えば、垂直分割、水平分割はマックスでこう細かくしといて、垂直に関しては分割数1か2がいいかな。どうしよう。これ、まあ、こんぐらいにしとこうかな。1個縦に割れてるぐらいにして、で、これで、少しもあらかじめ今回は細めにして、で、ディバイドをしていくと。はい。おっとおっと、押しすぎた。はい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 。はい、そうすると、はい、ちょっとね、確かね、一つの指輪って、こんな感じでこう、かなりエッジが丸い、ものだったと思うんですけど、ちょっと太すぎたかな。ちょっと別にやり直す必要はないんですけど、せっかくだから、魔法の言葉せっかくだから、これで、こうして、で、こんな感じか。フロードが持ってたやつ。はい、指輪の物語知らない人はごめんなさいね。で、例えば、で、ここまで来て、もうちょっと太い方が良かったなとか、もうちょっと、もうちょっと太い方が良かったなって後悔した場合は、別にやり直さなくても、こっそりね、変形から、この、膨張で少しこうね、こっそり変更してやることができます。はい。これ、今、めっちゃサブディビジョン押しちゃったから、247、これちょっとでかすぎるから、6にしましょう。はい。まあ、といっても、結局今から、一回ダイナメッシュにしちゃいますね。どうしようかな、256だと、こんな感じか。ちょっと荒いかな。じゃあ、512ぐらいにしてみよう。512にして、はい。今もうダイナメッシュになりました。こんな感じ。はい。で、これで、呪文みたいなものが内側に書かれてるんですよね、一つの指輪って。で、それを作ってみましょう。ああ、やるんだろうなって察してる方がいるかもしれませんが、めげずにやっていきます。新規テキストで、ノブホップ、福井、リング。はい、こうして、ポンと。はい、これで、にしてどうしようかな、はい、でこれで少し厚めにして、ちょっとダイナメッシュ、ちなみにこのままダイナメッシュかけると当然ボロッとなると、投影かけすると少しマシなんだけど、でもやっぱ結局無理が来てぐちゃっとしてますね。じゃあちょっと無理せず、まあいいや、こっちも512ぐらいにして、ダイナメッシュをかけてみましたと。はい。そう、一つの色、まあそうですね。で、これで、ベンドワークで、ぐいっとこう、丸くしちゃうんですよね。で、ここで調整することができます。この白いコーンで調整することができます。はい、なので、この緑を振り切っちゃうと完全に円になるんですね。でも、今、円になったら、このリセットアイコン、ね、これ。後できっと公式からなぜ拡大鏡があるかの説明があるかもしれない。ないかもしれない。で、真ん中に行って、で、このおうちマークを、どっか行っちゃった。まあいいや、こう、ちょっと待って、こうクリックして、で、こんな感じで埋め、これで削ればいいってことですよね。そうすると、これ指輪の内側に呪文が彫られてるって表現が、これでできるってことになる。まあ、Z ブラシコアでも、こういったものができるってことですよね。今、そんなにこれ全部ぐるっと回す必要もなかったんですけども、こんな感じだったかな。はい、じゃあちょっと試してみますね。これぐらいにして、で、そう、イエス。よくぞ。僕のことを分かってくれた。これで、こう、削りの運命を与えて、で、ね、
あのこれで一応クイックセーブして下と結合で、で、ちゃんと投影をした上で面の張り直し、そうすると、はい、ちょっと深すぎたけども、ちょっとディープ、あの深すぎたけども、こんな風に穴が掘れたよという感じですね。クレーポリッシュでちょっとかけてみると少し柔らかい感じになるかな。はい。で、しかも、この状態で膨張かけると、少しね、こう、狭くなって、いかにも、ね、いかにもちょっと掘り込んだってことが多少出るかな、みたいなね。はい。で、膨張によって狭くなるからね、こう、こう、がっつりなんか機械的に機械で掘られたってみたいな状態を、少しね、膨張することによって味をつけてやるみたいなことをしてみると。何でもこうやりっぱなし、ね、機能かけっぱなしというよりは、何がしかね、一手間かけた方がいいかなと思うんですね。これで、あ、もう、ロード・オブ・ザ・リングみたいな感じになるっていう感じですね。はい。で、これで、サイズに関しては、もうちょっとアナログな入れ方になりますが、シリンダーを入れて、もう、ロード・オブ・ザ・リングって20年前の映画なんですよね。もう古典ですよね。なんかもう、最近かなと思ったら、20年前でしょ。はい。これで、さっきと同じ方法で、自分の指のサイズを、入力して、出力すればいいってことになります。はい。なので、Z ブラシコアでも、まあ、いろいろ工夫して、いろんな指輪のデザインができるんですね。で、例えば、もう、ちょっとね、やってみますけども、時間大丈夫かな。例えば、でもっとこう有機的なものをやりたい場合、まあ、これはもう Z ブラシの真骨頂を活かしていけると思うんですね。もう超 Z ブラシ的にやりますね。で、最近ついたスカルプトリスモードプロ、ね、これをチェックを入れて、まあ、心のままにグイグイやっていく。で、ドローサイズに関してはデフォルトでダイナミックがオンになってるんですけども、これは、切った方が、使い心地いいかなと思っております。はい。で、例えば、これで、あ、失礼。これで、で、また最近ついたブラシで、スネークフックが登場したんですね。スネークフック。まあ、下にもあるけど。スネークフックと、スカルプトレスモードのコンビで、ぐいぐい、こう、有機的なものを作っていくのは、これがすごい楽しいんですよ。スカルプトリスモードだと、なんていうかな、面の引っ張られとかが、全然気にしなくていいので、すごい良いですよ。なんか言ってるけど、大丈夫でしょうか。こんな感じで、はい。で、ここに、例えば、挿入から球体をかませてやり、少しここ、これをね、抱え込んでるようなデザインにできればいいなぁと、今ちょっとね、かなり即興でやってるんで、ぐちゃぐちゃっとしてて申し訳ないんですけども、こう、抱え込んでるよ。感じでやっていくと、少しこう合わせて。で、ちなみに普通にスネークフックをこうやってグリグリやるんじゃなくて、こうやってやるんじゃなくて、オルトを押しながらこう使ってると、サブツール違ってもちゃんと球体に貼ってこのスネークフックが使えるんですよ。これまあ前回か前々回かもやったんですが、これ結構便利なんですよね。こうスーッとちゃんと球体に沿って流れてくれるんですね。はい。こんな風な、
少しこう抱え込んだ、もうZブラシじゃんみたいなデザインをしていこう。なんか何かがこう球体を抱えてる。で、クレビルドアップとかで少しエッジがこう際立つような粘土盛りをしてやると。単にこう、スネークックでグッと伸ばしただけだと、この辺の形の際がだらしなくなる場合があるから、ちょっと造形的にくっきりさせるために少し粘土を持っていくと。デフォルトで使う場合のスカルプトリスプロモードの特徴としては、ブラシのサイズがね、小さければ小さいほど細かいメッシュ分割が行われるので、近づいてブラシを小さくして撫でてやると、あのメッシュのが細かくなり綺麗になっていきますよということですね。はい、でこういうところも少しこう手を入れてやり、ちょっと有機的なこう 根が張ってるような、少しこうなんか生き物的にな感じにしていきますね。前半お見せしたように、なんかちょっと組み立てるように作るのもかなり僕は好きなんですけども、今やってるようにもうザ・Z ブラシみたいなね、ザ・Z ブラシみたいな感じでやるのも良いですよ。例えばインフレットとかでグッとこうなんかちょっとタコっぽい表現を加えていくと超楽しいですね。はい、インフレットは結構ね、遠巻きに使うといいですね。遠巻きに使うと、ただちょっとね、これ使うと、遠巻きに使うと当然メッシュの分割が荒れてくるから、インフレットこれを使うときはスカルプトレスモードオフにして、少し遠巻きにこうプクッと膨らしてやると、なんかこういいかなと思います。こんな感じ。はいね、もうね、やっぱスカルプト楽しいって感じですね。これもダイナメッシュにしちゃって、でこの、ね、今ダムスタンダードを使おうとしてるんですけど、ダムスタンダードももうスカルプトリスモード、スカルプトリスプロモードでこう。なんか本当もう心のままにね、あんまりこう決めずに作っていく、まあ決めてから作っていくのもいいんですけど、決めずに作っていくのもまた楽しい時あるよねっていう感じですね。まあこの間作ったね、指輪がこんな感じなんですけどね。はい、はい、もう絶対売れない指輪ができつつあります。はい、こんな感じで、そろそろ穴を開けていくと。挿入、まあ何でもいいんだよ。これを入れてギズモからシリンダーにし、でも穴当然閉じとくと。でこれでまたどんな感じになるかなってやってみますね。
ダイナミッシュオンにしておきます。でこれで一応保存しといて下と結合で OK で面の貼り直しをするんですが、はい、ちょっとこうぐちゃぐちゃっとなっちゃうと。ただこの場合ぐちゃぐちゃっとなっちゃうのはもういいとすると、なぜならばもうあのスムースかけるから、スムースをかけていきます。でこの時にこうスムースをかける時にせいぜい左右対称の2つのブラシでかけるから、なんかこうまだらになっちゃうのが嫌だなーって時は、ね、まだらになっちゃうのが嫌だなーって時は、あ、ちょっともう一段階解像度を下げとこう。はい。トランスフォームからシンメトリー有効。これ、ラジアルシンメトリーを有効にして、で、軸を Z でいいかな。こう Z にして、そうするとブラシの分身術ができるんですね。でこのブラシの分身術をさらにこれがそうなんですよ、ラジアルシンメトリー、これが放射状シンメトリーオン で Z 軸がオンはなぜかっていうと、この奥行きに伸びるものを一直線の軸としてその周囲にブラシが分身するよっていう考え方です。で放射回数をまあかなり多めにして、でこれで一気にスムースをかけると、まあ、結構均等にかかるかなみたいな。ブラシがこんだけ発生してるんでね。二つのブラシでグリグリやるよりはマシかなと思います。はい。この、ブラシの分身術はなかなかいいですよ。デザインにも使えますからね。こんな風に。ね、こう、まあ、上がね、デザインがあるから、この突起があるから反映しませんけども、まあ、それはいいですよね。まあ、むしろ、もう守って、あ、そっか。まあいいや、このままいっちゃおう。こう。リング作るのいいですよ。Z ブラシでね、ジュエリーデザイナーの方で、まあ、結構ね、ストレンジフリックさんとか、シルバーギークさんとか、結構ね、有名な人いますけども、Z ブラシのジュエリーデザインはかなりいいです。ちょっと怪しげになってきましたね。まあ、無理してデザイン施すのやめよう。こんな感じとかね、面白いですよね。はい。面白いですよねって押し付けちゃいけないんですけどね。でちょっと元の普通の左右対称に戻して、で、残念ながらオンリージャパン、オンリーノーイングリッシュ、ちょっとしたことなら言えるけど、今の内容全部英語で喋れと言われるとちょっと難しいですね。はい。で、今やってるのはダムスタンダードでディティールを入れてるんです。おお、ありがとうございます。いや、これで。はい。まあ、こんな指輪、どうですか？皆さん、してください。はい。まあ、冒頭見せたように、なんかこう、つなぎ合わせて、ボックスをこう重ねて、積み木、まあ、積み木っていうかね、あまりこう、ブラシをせずに、幾何学的に作っていくっていうこともできるし、今見せたように、もう、ザ・Z ブラシのやり方でも楽しめる。なので、まあ、結構いい言い方すると、Z ブラシハイブリッドで楽しめるのかなと僕は勝手に思っています。ちょっともうどんどん、ライブ忘れて無心に掘りたくなりますね。例えば、3D プリントならではのね、この複雑な出力とかを狙って、こう入り組んだような、こう入り組んだようなものも、ちょっと楽しそうじゃないですか。こんな感じ。こう、二つのオブジェクトが、こう、絡み合ったようなものもね、いいですよね。はい。こんな感じかな。まあ、ちょっとこう今の美しくないから、まあ、どれも美しくないかもしれないけど。はい。はい。これで、ちょっとね、
ワックスっぽい、こんな感じで、あ、いいかな、どうかなとかっていうのを、まあ、見ていくってことですね。あ、これ出力してみようかな。はい、 3D プリンターいいですよ。今ハンター安売りしてるみたいですからね、5万匹ぐらいで、出てるんで、ハンターとかおすすめですよ。はい、ではZブラシコアでは、以上で、結構ね力技だけど、 Z ブラシコアでもリングデザイン楽しめるよってことをお見せしました。では、ここから Z ブラシプロではどうなるのと、どれぐらい便利になるのっていうのをお見せできたらなと思います。はい、Z ブラシ、今日はちゃんとインター、外は、外というか UI はデフォルト、ね、初期設定にしてあります。はい。まあ途中までそんなにやること変わらないんですけども、途中まで変わらないかな、いきなり変わるかもしれないな。ではやっていきます。まずここは同じこうシリンダー 3D を選び、キュッとこうしておくと、はい、で、早速なんですが、サブツールを開き、複製します。でこれで穴を開ける運命を与えておくと。なんだ、さっきと一緒じゃんと、もうログアウトしちゃうよと、まあ、そう言わずにまだ見ていってください。こうやって、でこの状態でここのライブブーリアンにすると、まあ、いきなりこんな風に穴が開いて見えるんですね。サブツールを結合してダイナメッシュの面の貼り直しをしてないのに、もうリアルタイムで穴の、開いてる具合が見れるっていうことになります。ここからはZブラシのプロ版になってます。さっきまでは Z ブラシコアでした。はい。ね、はい。ちょっとコメント欄も気にしながら。で見落としちゃうと悪いから。で皆さん今日もね、ありがとうございますね。昨日はね、U の人だったんですよ。Unreal Engine。UE4 の人だった。今日は Z な人です。で、先ほどお見せした、ここ、下の部分ね。指の腹の部分は細い方がいいよって、確かね、8ミリとか7ミリがいいよっていうのは聞いたことあるんですよね。これでこうして、もうね、こうリアルタイムで見れるっていいですよね。こうこんな感じでこれぐらいにしようかなって、断面をこう見た目で見ていけますっていうことなんですよね。はいはい、こう指輪に1時間以上も取って地球作り間に合うのかって感じなんですけども、多分間に合うと思うんですよね。で、同じように、トポロジー編集から、なんじゃ、X、まあこれ X 押しっぱなしでもいい、あ、でもいいや、一応真面目に切って、Z を押して、ミラーと結合と。はい、これで、こんな風に、リアルタイムで太さの変更とか幅の変更ができて、すごいね。まあ非破壊なんですよ。要は非破壊、正体見せるとこれなんですよね。非破壊で、指輪のモデリングができるよと。ただ最終的には結局ここ丸くしたりしてなきゃいけないので、結局はね統合したりするんですけどね。まあ、以前ね、こういう指輪の作り方見たよって人もいると思うんですけども、今は Z ブラシコアとの、違いを見ていただいています。コアでああだったけど、プロではこうなるんだね、みたいな。で、これも複製して、もうとことんサブツール分けていきます。もう完全に非破壊、完全にというか、なるべく非破壊でいきます。こうして、で、これも、結局、削りの運命がここにあって、そこから上が全部削られるっていう状態になってるんですね。なので今入れた四角も見事に削られてますよってことなんですね。はい、これぐらいにして、これちょっと正体なんですけども、ギズモを下にやり、でこれもいつでも気が変わったら調整することができる。ちょっと上に出しても面白いかもしれないみたいなことになっております。はい、こんな感じですね。はい、
で、例えば、当然テキスト 3D ありますからね、これも、文字打って、で、ちょっとこっちに出てもらって、解像度を上げて、で、ちなみにこのスペーシングで、カーニング的なことができます。文字間ですね。例えばこんなのにしようかな。これで、こうして、で、削りってるとこんな風に穴が掘れるよ。これなかなかいいですよね。面白いじゃないですか。はい、これはいいな。はい、で、まあ、いつでも調整ができますと。で、例えばもうどんどん コアと最大級に違う点は、こうやって非破壊、要は、もう、結果が見えると。もう削った結果、削ってないのに削った結果を見ながら作業できるっていうのが、まあ最大のポイントになりますね。ただまあコアでもあんな風に、楽しめますので、ぜひね、今コアしか持ってませんって人も、ひとまずね、コアでの指輪作り、楽しんでいただけたらなと思うんですね。で、ジェットブラシの指輪作りも楽しそうですよね。で、こんな風にやっていくという感じですね。はい。で、書き出しに関しては、プロ版の方は、スケールマスターとかっていうのがあるんですけども、ただ、この中で強引にね、もう、サイズ合わせてこうっていうよりは、別に指輪ぐらいだったら、もう、この指輪のこの径だけが合ってればいいので、コアと同じように最後の出力時に、同じ方法で書き出すっていうことでもいいかなと思います。はい。で、例えばなんですけども、さっき、結局最後には削った姿を見せなきゃいけませんよねってことを言いました。ちょっとね、それについてお話しします。まずは、ホルダ構造を作ります。例えば、ホルダ構造を作るのはちょっと地球の方でやろうかな。じゃあ何、いきなりこれ完成させちゃいますね。もうそれは簡単で、ブーリアン、サブツールのブーリアンメニューから、ブーリアンメッシュ作成ボタンを押すと、ツールの方に結果がしまわれます。で、もうこれで、正体はない。で、正体はないって何かっていうと、これが正体なんですよ、さっきの。非破壊でやった正体が、これなんですね。こんな感じ。で、これをまとめてくれたのが、まあ、ブーリアンメッシュ作成なんですね。見事に、このようになっています。はい。なかなか、面白い感じですよね。で、この穴に関しては、さらにね、さらにというか、グループが分けられるので、またここでね、ちょっといたずら的なデザインを、施してやっても面白いかもしれませんね。これな、まあ何かっていうと、例えば、ですね、これを例えば複製して、ちょっとソロモードにして、ね、これだけの表示にして、で、ジオメトリから、非表示削除と。はい。で、これで、例えば、ちょっとパネルループでやってみようかな。こう、厚みをつけるみたいなね。まあ、結局後でね、削ってやんなきゃいけないんですけどね。パネルループ。あ、壊れた。壊れないギリギリのラインで、はい。こんな感じのことができると。はい。で、なんか、
デザイン的にちょっとワンクッションエッジが効いてるなみたいなことができる、まあ、こういうポリグループを利用するっていうのも面白いと思うんですよね。こうなんかできたものは何でも使うと、あるものは何でも使ってやるぜみたいなね、こともね楽しいと思うんですよね。はい。で、いろいろこうやって正体がぐちゃぐちゃしてくると、管理がしにくくなって、もう訳わかんなくなってくるから、方法としては大まかなデザインはもうこれでいいよと、 OK だよってもう決めたら、一回もうブーリアンメッシュ作成でまとめちゃってから、でさらにこっちでライブブーリアンを施していくってこともありです。頭の整理がつきやすい人はいいんですけども、ちょっと僕みたいにねこんがらがっちゃう人は一回ぐちゃぐちゃなってる状態ね、一回ぐちゃぐちゃなってる状態を整理して、で、心晴れやかにスッキリした状態で、再びライブブーリアンを施していくってことが楽しいなと。でさらにね、ここにまた、ね、角を落としてデザインを施していくっていうのも面白いかもしれない。例えばちょっとねこっちからもらってくるなんてことができるんで、これが文字か、こうして、で挿入でこいつをこう、ね、少しあしらってやるとか、まあ文字はね、例えば今横着して、あ、ここ編集でまだこれ打ち直せるチャンスがある。はい、すごいですよね。ここまで結構いじってんのに、非破壊で作ってたから、まだ打ち直せたんですね。で、はい。でこれは別に掘らなくてもボコッと出ててもいいと思いますよね。これを出っ張らせてもいいし、もちろん穴にしてもいいと。すぐさま確認して好みに応じて変更できるっていうのが、この Z ブラシのね強力な Z ライブブーリアンモデリングってことになります。はい、これが Z ブラシコアと、Z ブラシの指輪の作り方ワークフロー、リングのワークフローの違いってことになります。では前半というかね、リング編は以上です。結構サクッとできるでしょ。指輪面白そうですよね。マテリアルデスカンをちょっと確認してみたりとかね、まあちょっとねいかにもなんだけど、なんだ今の文字の編集は大元の方には影響ないです。ノブホップをノブに変えたんですけども、ノブホップは無事ですね。そういうことでいいかな。はい、では次に地球、生き物の星地球を作っていきます。はい、盛りだくさんライブ、指輪さんさようなら。でまあちょっと128あたりの球体を用意します。で後半戦いきます。ここからですね、いわばパラメーターモデリング的なことをしていこうかなと思います。こうノイズメーカーを駆使して、作業を行っていきます。途中からね、マスクの、ちょっと聞き慣れない機能とかも使っていこうかなと思います。はい。これ、スリーブのストアックスが、そうなんですけども、ロストアックスするのが、まあ一番、いいんでしょうけども、例えば、3D、光造形タイプの、まあ、ご存知だと思うんですけど、3D プリンターには、キャスタブルレジンっていうのがあって、キャスタブルレジンで出力すれば、そのまま、それはロストするので、キャスタブルレジンで出力して、まあ、鋳造屋さんにこれでっていうと、やってくれると。ただ、その、キャスタブルレジンの、精度によって、それが美しくなるかが、決まっちゃうんですよね。はい。では、地球に行きます。
で、あの、もう先に、解像度を上げておきますね。今128なんですけども、解像度を256に上げておきます。はい。ポイッと上げとくと。はい、上がったよーって感じで、いきます。マテリアルはちょっとね、暗いけど、このままいこうかな。で、もういきなりね、この後いきなり地球になっちゃうんですけども、ライトボックスから、ノイズ。で、これで、僕のおすすめは、ノイズ15。ノイズ15。これをダブルクリックします。で、そうすると、ちょっと明るくしとこうかな。そうすると、あの、ザクザクザクっと掘られた感じになるんですよね。はい。はい。そうそう。鋳造屋さんにアウトソーシングできる。そうですね。はい。あ、ちなみに、で、作ったデータを、あえてちゃんと数字を揃えて出力すると、あの、そのデータを DMM さんに、アップすると、真鍮とかシルバーとか、金とかで、アップしてくれます。これがね、真鍮でやったやつがちょっと手元にあるんですけども、見えるかな？見えます？これ。これ真鍮。真鍮じゃない、嘘。じゃあ、チタン、チタニウム。チタン。真鍮なわけないね。チタン。チタンだと安いんですよ。これでね、いくらだったっけな？ 1 万円ちょっとぐらい。今お見せしたので、1万円ちょっとぐらい。で出してくれます。シルバーだと2、3倍になるのかな？はい。DMM さんに、あの、STL データをアップすると、チタンだと、どれぐらいだったか、1、2週間で届きます。あの、シルバーだと結構時間かかるんですよね。あの、本当に鋳造してるらしいんで、あの、別のところで。はい、いいでしょうか。で、256でノイズを使いました。で、次に、サーフェス。で、サーフェスに行き、編集から、あれこれしていくんですけども、まず、あの、強度、マイナス 0.0205 というのがデフォルトになってるんですけれども、これを逆にして持ち上げていきます。で、ちょっとこう見栄え見ながらこんぐらいかなって、とりあえず決めた後、ノイズスケールで、ノイズスケールをアップして、ちょっとこう大陸っぽくなるように調整しますね。あの、もうバッチリっていうことはないので、その辺は、気をつけてください。もうバッチリ、もう思い通りってことはないんですけどね。はい。そうですね。あ、レジンの指は怖いんですけども、最近だと、NSS さんっていうところから、もう超低アレルゲン、もう飲んでも大丈夫、まあ、まずいけど、舐めても大丈夫っていうレジンが出てるんですよ。もうほぼっていうかアレルギー物質ゼロのレジンがあるので、なかなかね、レジンアレルギーの人にも、朗報かなと思います、あのレジンは。はい。いろんな 3D プリンターに対応してますよ。で、それはともかく、大陸のイメージをこうやって、とりあえず一回こう作って、はい、こんな感じかな。で、OK を押すと。あ、OK を押すと。で、こうパーッと見て、例えば、これまだ適用されてないので、適用されてない証拠。移動すると、ほら、こんな風に、もこ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 って、なんていうかな、ついてくるっていうか、移動するんですよね、このもこもこが。つまりこれはね、そう見せてるだけなんですね。メッシュには適用されてないんですよ。で、このうちに、メッシュに適用されてないうちに、こう、マスクをこうかけてやると、こんな風に、消えたりするんですよ、効果が。で、メッシュに適用すると本当に適用されるみたいなことができると。まあちょっとこれ変なんでね。やめていますね。はい。で、例えば、じゃあこんなんでいいかなね、こんなんでいいかなと、まあまあ雰囲気ね、あの地球っぽくなるっていうぐらいに許してほしいんですが、で、これで、いいぞと思ったら、メッシュに適用ボタンを押します。はい。あ、ちょっと待って、その前にですね、複製しとこう。複製して、で、片っぽは、ノイズ消しとこ。サーフェスから削除で適用してなければまだ消えますんでね。で、こっちはつけとくと。で、これでサーフェスで、メッシュに適用ボタンを押すと、こうボコッとこうなると。で、これでももういいんですが、ちょっとこう、アニメチックにというか、あのデフォルトで、もっと強調したい場合は、今、
メッシュに適用した直後であれば、もう一回ノイズボタンを押すと、同じノイズがまたバッとかかるんですよ。同じ位置に同じように。で、メッシュに適用すると、さらに深めになるってことになるんですね。で、例えば、今後もこれ使えそうだなと思ったら、編集に行って、これを、このノイズを保存しておくことができます。でコピーペーストもできるんですけど、またいつか使う時のために、このパラメータを保存しておくこともできます。で今は2段階でやって、こんなようにね、まあ、ちょっとこう、大げさにしておきます。さて、今回は CG として仕上げていきたいので、色をつけていきますね。色をつけていきます。で、これもね、ちょっとね、この後面白い、お耳寄りの機能もあるので、お待ちください。例えば、色塗りなんですけども、一生懸命頑張って塗るっていう方針でもいいんですが、例えば、まず、ちょっとね、全体的に一色で塗ってみますね。全体的に、色を塗るから、このワットキャップホワイトぐらいにしとこうかな。こうして、ちょっとこれぐらいな土色、明るい土色っぽい感じにして、カラーからフィルオブジェクトをつけると。そうすると色が定着します。で、こっから色、ね、あの手この手で、地球っぽくしていくんですけども、色付けは、ですね、これなんだよな、マスキング。マスキングがね、プロ版だと相当便利に揃っています。これを駆使すると、自分で塗らなくても、ある程度、の汚しとか、少し自然の表現ができます。なのでね、Z ブラシのみでも、少しこう、なんていうか、汚しみたいなこともできるので、ぜひ参考にしてください。はい。例えば、曲率によるマスクとか、凹凸によるマスクとかってあるんですけども、曲率によるマスク、これをオンすると、はい、こんな感じになるんですね。なるほどと。じゃあ、例えば、レンジを少し上げてみるとどうなるかなと。こんな感じになると。で、ホールオフ、これもう ご自身でパラメーターをいじって、どうなるのかな、ああなるのかなってことを、こう見定めていくと、だんだん、こう、コツがつかめていきます。はい。で、例えば、こう反転したりするのもありですね。ちょっと緑の部分を作ってみようかな。やりすぎた。これぐらいで、ちょっとこれで、ちょっと入力者を5ぐらいにして、はい、これで反転して、で、例えば、緑を、つけてカラーでフィルオブジェクトと、はい、で、まあ、こんな感じになるとちょっと強すぎたな。でこれをどうしても強くなっちゃうときは RGB にして RGB 強度を下げてやると適用が薄くなります。でこれ1段階2段階みたいな、こんな感じ。はい、で、また、凹凸によるマスクだとちなみにこんな感じ。ちょっと全体的にブツブツっとなっちゃうので、ちょっと やめときましょう。これでもう一生懸命、レンジとかを、ちょっと変更しながら、アレンジしていく。で色をつけていくってことに、なるんですね。例えばこれでまたで後で海面は一気につけますね。これでで、さっきのノイズこれね、例えばノイズ編集でさっきの設定がまだ残ってるんですけども、これを以前のライブでもやったんですが、色付け用としても使える。で、強度をゼロにして、カラーブレンドをマックスにしてやると、これを、色付け用の機能としても使えるんですよ。こう、もう視覚的にこう確認しながら使えるんですね。マスクによる拡大とか、これは影響ないか。これちょっと、
で、例えばこれで、ね、ここのパラメータをちょっとこう動かしながら、調整ができる。これも、色塗り用、このノイズメーカーも、色塗り用として使えるよってことですね。はい。で、メッシュに適用すると適用されると。で、徐々に、なんとなく、森の惑星みたいなのが出てくる。で、例えばなんですけども、陸地以外をきれいにね、きれいに、海の色に、一回してみたいって場合、どうするかっていうと、マスキングのパラメーターで頑張れなくはないんですけども、どこ行った？これか。ここで、一生懸命設定値を探すっていうのも、なくはないんですけども、例えば、こんな機能がある。今、ちょっとね、球体を用意してあります。で、ちなみにこれも一応複製しとこう。いらないかもしれないけど。で、これをね、ちょっとこう縮小して、海にした色の部分をこれぐらいかな？こうしといて、一回こうしといて、で、今、この球体と、さっき使ったこの海のない、水のない地球が重なってるって状態になるんですね。で、ちょっと何かあるといけないから、クイックセーブしときます。で、クイックセーブして、で、これとこれを一回合体させてみますね。ちょっと、もうね、心配性でクイックセーブ何度もしてるんだけど、結合から、下と結合で OK と。で、今、かぶさってる状態なんですけど、これ先に海やっときゃよかったなって感じなんですが、これで、インターセクションマスカーって機能があって、これをポーンと押すと、ちょっと時間かかるかな。はい。実は被さった部分がマスクかけられるっていう機能なんですよ。これちょっとご紹介したかった。で、これで、今、2つのオブジェクトが重なり合った部分にマスクができてるんですね。で、分割から、シェルごとに分割ってやると、はい、シェルごとに分割しました。で、そうすると、ちゃんとこの重なってた部分がマスキングされるんですね。で、ちょっとね、実は参考までにやり直すとこ見せたかったって言い張りつつ、一回色を塗っちゃって、で、また同じことやるのめんどくさいから、ここをグループ分けとくってこともできるんですね。はい。はい、グループ。今、マスキングしてるときに、コントロール W で、コントロール W を押すと、グループ分けできるんですよ。こんな風に。これでまた、いつでもマスキングが復活できるよってことになります。で、これで、例えば、ちょっと海の色を青くするってちょっとベタなんで申し訳ないんですけども、これで、こうすると。で、例えばこう、ちょっとぼかして、で、少しまた色を、つけとく。で、そうするとこう、際が少し、なんていうかな、色がついて、一色じゃないよって状態になりますね。で、まあ、ちょっとね、すいません。もう、このグループ状態だけ作っとけば、いつでもマスク復活できるから、これでまたちょっとやり直してみますね。マスキングから、ね、これいろんなことに活用できると思うんですよね。こうして、でも気にせず、このままもうマスクすぐ復活できるから、
もう色つけちゃう。でもさらに、ちょっとこれももう一回やるとノイズで、これで、強度はゼロかな。こうして。OK で、メッシュに適用と。まあ、このままでもいっちゃいいかなと思うんだけども、一応、見せると、ギズモを出して、クリック。で、さらに、また色を塗り足しとけ。で、完全に一色で塗り足すよりは、薄めで、まあ、少しこの、色が重なっちゃってるのを残しても、面白いと思うので、残しながら、フィールオブジェクトと。はい。あんまり境界がくっきりしてても面白くないかなと思うんですね。はい。こんな風に作りました。で、次に海なんですけども、海を作っていきます。はい。海っていうかね、透明部分を作ります。で、こいつはいいと。で、これもまた使うかもしれないから、一応複製しとこう。こいつもいらないかな。一応取っとこうかな。で、これで、海の高さを指定します。ただ拡大縮小してるだけなんですけど、こうして、この辺かな、この辺かな、こうやって、で、ジェットブラシも透明レンダリングが、透明でレンダリングできるんですよ。やっています。まず、レンダリング設定から、レンダ設定で、まあ、透明はオン。一応ワックスプレイブもオンにしておきます。で、ここで、後で影をきれいにしたいから、角度を上げて、ここ角度を上げて、影を柔らかくして、で、レイを上げると、綺麗な、影の段差になるから、レイを上げときたい。ただし今日はちょっと放送だから、レンダリング時間が早く済むように、ほどほどにしとくと。で、こうして、どうやって透明にするのということを説明します。ちょっとこの青で、100% にして、色つけとこう。で、どこで透明になるかっていうと、ここ、各サブツールを選択、まあ、透明にしたいサブツールを選択し、表示設定から、ここじゃね、ないんですよ。隠れてるの。こっそりと。この BPR 設定をオンにするとダラッと出てくるんですね。で、BPR 透明シェーディングをオンにして、で、まあ、ここでちょっとパラメータを少し適当にいじり、レンダリングしてみると、できるかな？はい。ちょっと、はい、ちょっとわかりにくいな。もう一回やってみますね。あ、はい、今度はうまくいくかな。あ、やっぱりそうだ。ライブブーリアンオンになってると、実は透明来ないんですよね。じゃあもう一回。ライブブーリアンオフになってるから、レンダリングをかけてみると。はい、そうすると、こう、綺麗、薄くね、こう、なんていうかな、少しこう、なんて、陸地が見えながら、なんてことができるんですね。結構、見ようによっては綺麗かなと思います。少しライトの向きを変えてみよう。ならないですね。ならないです。レンダリングしないと出てこない。ちょっと悲しい感じですね。はい。あ、でもなかなか綺麗ですね。はい。で、ここまでできたら、今度はよく科学のね、科学の本なんかで、断面が割れてるなんてことも、ちょっとチャレンジしてみましょう。もうそれはね、指輪のところで、もう、結論が実は出てるんですけども、ちょっとやっていきます。挿入から、キューブを出して、で、さっきのね、ライブブリアン、ね、指輪を作った時のライブブリアン機能で、やっていきましょう。一番下にしなきゃいけないね。これで、こうして、こうしてね。なんかもうすでに、それっぽい感じ。で、ちなみに、
あのライブブリアの場合、この削りの運命に対して色をつけてやるとどうなるか。で、この削るためのオブジェクトに色をつけてやると、その色で削ることができます。はい。で、さらに挿入から、でもここに球体いるからこいつ使おう。で、この球体を一番下に持ってって小さくしてる。で、なんで一番下に持ってったかっていうと、この削りオブジェクトより上にいると削られちゃうんですよ。この削りオブジェクトより上にいると削られちゃう。いなくなっちゃう。さようなら。で、そういうちょっと困るから、下に置いといて、使うと。で、さらに、もうちょっとこの子を、流用させてもらって、複製。で、こいつを下に持っていく。で、また削り。で、またずらす。はい。ね、もうちょっと丁寧に配置したいんですが、こんな感じ。あ、こいつ色ついてなかったから、少しこう内部コアに行くに従って、ちょっと濃くしてみようかな。これも同じ色で、はい、こんな感じ。で、またこれも複製して、下に持ってきもわかりますね。あとは同じことをしていくだけと。で、内部コアか。内部コアは、こうだと。はい、こうすると、なんとなく科学雑誌ですよね。はい。こういうことができるんですね。はい。面白いですよね。で、ちょっとね、あんまり綺麗にいかないかもしれませんが、後でね、雲っぽいものも、後で雲っぽいのも作ってみようかなと思います。で、これって、さっきも申し上げた通り、ライブブーリアンがオンだと、透明が生きないという悲しい宿命があるので、これを適用してってやんなきゃいけないんですね。ただ、指輪の時見せたように、いちいちこっちに飛んじゃうのも、めんどくさいというか、煩雑になる。どんどんツールは、散らかっていっちゃうので、サブツール内だけで完結するようにやってみましょう。まず、こいつがこいつを削ってんだなーってちょっとね、僕が苦手なパズルをやっていかなきゃいけないんですが、ただ削るのはこいつ、まずこれとこれと海か。で、まずこれが2ついるんだな。こうしてまず海だけ削る状態にして、なんかこの僕のこのパズルゲーム苦手なんですよね。こうして、ちょっと全部消しちゃう、海以外消しちゃうと、ここの方がわかりやすい。まず、この状態を確定していっちゃいます。ただ、今から、どんどん確定していくんですが、やっぱりね、非破壊の状態をなるべく残したいんですね。で、そのやり方を見せていきます。まず、どっちでもいいんですが、どっちかをね、この、海パーツ2つ、元と削り、どっちかを選択し、新規ホルダー、あるいはコントロール F。こうすると、ホルダーが作られる。で、これを、ここに入れていく。まあ、同時に2つとも入れるっていう機能もあるんですが、今はちょっとコツコツやっていきます。で、こいつやっぱいらないから、一応取っといて、これ消しちゃおう。これマスクを作るためだけに、作ったものなので消しちゃおう。で、今度は、ちょっとこれ一応消しといてもらって、こいつとこいつか、こいつとこいつをペアにすると。はい、あ、ガビガビなってんのは気にしない。で、これをな、 こいつとこいつをどっちでもいいから新規ホルダーボタン作って、地表とかにして、で、ペアに入れてやると。こんな感じ。で、ホルダーをクリックすると消えるんでね。消えるっていうか、このリストが縮まります。で、次に、こいつとこいつ。で、こいつとこいつを、ペアになってるんで、ホルダーに入れてやると。新規ホルダーで、なんだろう、まあ、角でいいや。これで、こうしてペアに
するっていうことですね。で、これで、準備ができた。こうやってフォルダにまとめてやるっていうことができる。で、非表示も、そのフォルダごとにできるので、結構便利です。はい。まず、この準備を確実にしておきます。一回クイックセーブします。はい。ちょっと時間大丈夫かな。結構大丈夫。今日は余裕ですね。なかなかこれ面白いですよね。で、これで、どうしていくかっていうと、各これそれぞれの構造を残しながら、これ残したいんですよ。例えばなんで残したいかっていうと、例えばね、修正したくなって、この削る範囲を変えたいっていう場合があるかもしれないから、こっちはもう見せないとか、こっちの断面は見せないとか、修正の可能性があるから、少しでも非破壊の状態を残しておくと。ただし、ライブブーリアン入ってると、透明が使えないと。なので、両方、解決するために、ホルダーごとにブーリアン適用っていう機能があるんですね。やっていきます。この歯車をクリックして、ブーリアンホルダーをポンと押すと、この中身がブーリアンされて、外に出されると。で、と同時に、ホルダーの方は、非表示になってくれるんですね。はい、こっち。とりあえず取っといてるものは非表示にしてくれる。で、非表示にしつつ、削った結果を外、ホルダーの外にポンと投げ出してくれるっていう機能があるんです。歯車で、ブーリアンホルダー。これを全部やっていくと。ちょっと僕がね、失敗したのは、ここ少しずらしておくとか、そうそう、わざと失敗したんですよ。ね、こうやって失敗した時のために、非破壊のが残ってるんですね。結構人はごまかすときに笑顔が出る。じゃあこれ失敗したなと思ったらこれを削除します。いずれにしてもクイックセーブしよう。で、失敗したからちょっとこうあんまりにも位置が一緒だとガビガビガビっとなるんで少しねほんの少しこうずらしておく。で、ずらしておくっていうと同時に、まあ、ちょっと、なんていうの、ガビガビを防止と同時に、まあ、ちょっとこう段差があった方がエッジが効いて目の引っかかりになるかなとも思います。はい。で、これで、これがそうですよ。非破壊を残してた理由ですよ。はい。で、こうすると。で、ちょっとね、色が濁ってるのは後で解決します。で、こいつも、ブーリアンホルダーで、外に出すと。で、これで、基本的には OK ですね。もう、ライブブーリアンで見せなきゃいけない要素は一切なくなった。つまり、ライブブーリアン切っても削られてる状態で見れるわけですね。なぜならば、もう結果が外に出てて、非破壊の方は非表示になってるからだよってことになります。では、試しにやってみましょう。この、海の方を選択し、はい。すべて同じホルダーでは、要するに、削るごとに一緒にしたい。だから、削る、海は海で削りたい。地表は地表で削りたいからなんですよね。で、なんで分けるかっていうと、地表は透明にしたくないから。地表は透明にしたくないから。海だけ透明にしたいから、分けて作業してます。そういうのなければ全部一緒でもいいんですけども、ただ、パーツごとに分けて管理した方が、やっぱさっきみたいな修正がしやすいですね。で、全部同じフォルダに入れちゃうと、結局全部にブーリアンかかって一つになっちゃうんですね。作成されるツールは、通常のツールみたいにスカルプトすることはもちろんできます。はい。例えば、この子ですよね。こういうことですよね。こういうことです。ただし、削ってあるここ、部分は、こんなメッシュになっちゃってるんで、スカルプトがこういう状態になっちゃうんですよ。なので、ここもスカルプトしたいって時は、ダイナメッシュかけるといいですよね。例えば、これ削った直後の正体なんですけども、ダイナメッシュをかけちゃえば、
もう普通の Z ブラシだぜみたいな感じになります。どうせなら誰もしか、もうちょっと256で、でエッジが当然ね今みたいに荒れるので256にしてもちょっとシャープさがね、シャープさが落ちる、で落ちる時の解決策も皆さん覚えてますでしょうか。このシャープさが落ちる時、はい、これはどうするかって、まあ、クイズをしてもしょうがないので、投影ボタンを押しサブ投影をある程度上げてやると、さほど高くないダイナミッシュの数値でも綺麗にエッジが残されると。でしかもスカルプトできるよって状態になります。はい、はい、あ、なんか今日初めて発言、そんなことないか、こんにちは。はい、そうですね、ブラーがあるんですよ。ここにブラーがそもそも2ってついてるので、これを0にしてもいいです。はい、あ、公式さんこんにちは。これはそもそも何のために今そんなこと聞いてもしょうがない。それは冗談として、でさっきの質問は、なんでフォルダ一つにまとめないんですかってことなんですけども、その地表を海、内部コア、ね、内部コアっていうんだっけ、核をね、それぞれ別で削ったものを用意したい、一つにしたくない。なぜ一つにしたくないかっていうと、それぞれ質感を変えたいからっていうことになります。良いでしょうか。はい。では試しに、この子に、透明を与えてみます。結構ね、僕ね Z ブラシのレンダリングもね、なんか風合いがあって綺麗、好きなんですよね。 なんかこうイラストっぽい風合いが出て僕は好きです。こうすると、はい、ちゃんと透明もいきました。でちなみにここね、汚くなってるので、これはもうシンプルに、ちょっとね、マスク、ね、他をマスクして、もうこれはもう力技なんですが、こうして、あ、まあ、それでも、これね、別オブジェクトになってるから、マスクしなくても、ソロモードにしとこう。で、これで色塗ってもまあいいかなと。はい、塗り直しました。綺麗になりましたね。はい。で、これね、ブリアンベニーですよね。ちゃんとこう、断面が別グループになってるから、またここでも遊べそう。厚みをつけたりして。はい。で、こんな感じになりました。で、それぞれ例えば、この、コア、内部コア。ちょっと正式な名称忘れちゃいましたけども、これをそれなりの、質感を、ちょっとね雰囲気が良さげな、それっぽいね、ものに、まあコア、内部コアとか核とか見たことないんでね、正解は分かんないんですけども、まあじゃあちょっとこんな感じしようかな。でこれで、サーフェスからこれに関してはカラーブレンドを下げてやると元の色がちょっと生きてきます。で、プラグインスケールで少しこう風合いとかザラザラ感を変えて OK を押し、ね、メッシュに適用、他のソフトに持っていくとか、例えばキーショットでレンダリング、あ、キーショットはこのままいくのかな、まあ、他のソフトに持っていくときにちゃんとメッシュに適用しないといけないから、ダイナメッシュをオンにしておくと。なぜならば、まあ、正体がここね、メッシュがこう粗いというか、この断面だけね、非常に低ポリゴン、ローポリゴンになっているので、ダイナメッシュをオンに しちゃいましょう。128投影でいっちゃうかな。じゃあブラーも0にして、あ、だけどね、ノイズが細かいからやっぱり高い数値にしとこう。で、これで、
サーフェスからメッシュに適用で、まあこんな感じでいいでしょうと。で、さらに、色の具合をコントロールしたい。で、さっきのマスキングから、曲面によるマスクを、オンにして、ここで別の、例えば黄色で、ただね、もう、バッチリ黄色が当たっちゃうと、ちょっと いやらしいとかもう、なんかこう下品になるから、RGB 強度を下げた上で、フィルオブジェクトと。で、まあ、こうなんとなく部分的に黄色になってて、少し、こう科学雑誌っぽくしていくと。で、まあちょっとね、まあちょっと時間大丈夫だからこれやるけども、この、コアに関しても、若干質感を変えて、どれでもいいんですが、こうしてちょっとなんか地球のまがまがしさみたいな、地球に怒られる、こうしてこれはもうこのままで、でメッシュに適用してみましょう。なんかすごいボコッとしちゃった。あれボコッとするノイズなんだよな。まあ、強度を少し弱くしてノイズスケールをこうコントロールして、メッシュに適用と。で、最近のセットブラシ非常に便利で、こう、大体できたとするじゃないですか。こう、パーッとこう眺めてみて、色をコントロールしたくなったなと。なんかこう、色の状態を少し、全体的にトーンを変えたいなと思ったら、今までだとこれポリペイントって言っても塗り直しに近かったんですね。もう塗り直ししなきゃいけなかったっていう悲しい時代があったんですが、もう今はですね、ポリペイントを、調整することができるようになったと。ポリペイントのタブからカラー調整を開き、ここで色の調整をすることができるんですね。こんな風に。なので、ああっていう星にもできるし、もうちょっとこう明るめにするとかね。だから例えばこうやってこう、クライアントに見せたら、暗いんじゃないって一言で一周されて、なんだよって思いながらカラー調整をするみたいなね。で、各色のコントロールもできるし、いろんなパラメーターがね、ちょっとここマスクかけちゃうとか、この色域のところをマスクかけちゃうとかって、いろんな、ツールが搭載されたので、まあ、ぜひね、カラー変更もチャレンジしていただきたいなと思うんですよね。なかなか面白いですからね。こうして OK を押すと、すぐ反映されるっていうことなんですね。だから色変更が非常に楽になりましたね。ポリペイント調整がね、これ、まあ、よくぞ搭載され、ね、搭載してくれたなぁと思うんですけどね。こうして、楽しいから、楽しいっていうか、調整できるからずっとやっちゃうっていうのもあるんですけどね。はい。こんな感じになったと。で、Z ブラシって、それぞれ、ね、マテリアルを当然変更することもできるんですけども、例えば、じゃあもう、これ捨てちゃおうかな。まあいいや、取っとこう。この、今存在してる海、地表、コアたちって、マテリアルを今、実はね、確定してないんですよ。マテリアルの確定してないから、マテリアルを、変更するたびに全部変わるんですね。例えば、これにすると全部が、マテリアルが変更になる。まあ、それを確定してやるってことができます。ね、海なんかはこれがいいなとかって思うと、ね、結構かっこいいなと思うんですよね。では、それぞれ部位ごとに、マテリアルを変えていきましょう。あ、いやね、そうね、季節変えてみても面白いかもしれないですね。はい。ね、マスクしてもやろうと思ったけど、南極とか作ろうかなと思ったら、ちょっと溶けちゃったな。まあいいや。じゃちょっと先に進みます。はい。で、マテリアルをそれごとに変えていっています。で、こいつ、ね、この海は、これにしてみましょう。これにして、で、RGB 切って M だけオンにして、公式の方、あれですよね、
成川さんあれですよね、あのあれです、透明はサブツールごとですよね、確か。そうですよね。あ、いや、同時に被りましたね。そう、あの透明はサブツールごと、ちょっと間違っちゃいけないから一応聞いたら答えてましたね。はい。なんだっけ、あ、そうそう、M だけオンにしてカラーでフィルオブジェクトで、この地表、地表は例えば、例えばですけどね、あの例えばポリスキーにしてみよう。ポリスキーじゃない方がいいかな。まあいいや、ものは試しなのでフィールドオブジェクトで、そうするとそれごとに変更ができていってるところです今。例えばこれはちょっとまがまがしすぎるな。あー、なんか変だけどこれにしてみよう。金ゴールドみたいな。でこれでフィールドオブジェクトで、内部はこんな感じか。あ、なんか違うな。なんかここでこだわってもしょうがないんですけどね。ここで僕がこれをこだわり始めてもあんまり意味はないんですけども、ついやっちゃいますよね。はい。でこんな感じにしてもう全部違うマテリアルになってます。で、透明はサブツールごとになるんですけども、マテリアルは同サブツール内で、変更することができます。例えば簡単にやるとちょっとここだけをね、ここ以外をマスクして、で、ここだけなんか例えば別の質感にしてフィールオブジェクトってやるとね、なんかここだけ曇っちゃったみたいなね、ここだけ曇っちゃったみたいな。マテリアルは動作物ツール内で、このように変更することができます。これはもう例えばそうね、あ、でもどうしようかな。ここだけでマテリアル変えようと思ったけど、ダイナミッシュかけたから、もうできない、まあできないことないけど、まあいいや、このままで。で、マテリアルをね、サブツール内でいろいろ変えると面白いですよ。例えば何が面白いかっていうと、こういう、例えばこの地表部分なんですけども、緑の部分だけ、なんかテカテカするマテリアルにして、そこをなんかこう、木々が、キラキラしてるなみたいな表現とかを追い込んでいくこともできます。まあ、とりあえずこれでレンダリングしてみましょう。はい。でこんな感じになりました。海の部分はテカテカして、他の地表はテカテカしてないということになるんですね。海も海でちょっとだけ工夫してみようかな。まあ、あんまりいい工夫じゃないかもしれませんけども、間違えたかな。こっちだよな。あ、ホームページ開いちゃった。で、これで、で、サーフェスから、編集で、むしろカラーブレンド、色はなしにして、で、ノイズも、ね、この、基本ノイズもあんまりこう、ザラザラしないようにして、プラグインスケールをこんな感じにできるんですね。こういう調整もなかなか面白いです。で、こう OK して、で、レンダリングしてみると、どうかな？反映するかな？はい。で、こんな風にちょっとまた、一風変わった感じになる。Z ブラシのレンダリングを活かした、こういうイラストレーションの制作なんかはとても面白いと思うので、ぜひね、チャレンジしてもらいたいなと思うんですよね。はい。なので今日はね、ライブブーリアン。後半は Z ブラシでね、ライブブーリアンがいいよ。あとは、ノイズですよね。ノイズを駆使するっていうことと、まあ今日はね、僕の放送では初めて、インターセクションマーカーっていうのを使ってみました。これもね、なんだっけと思った人は、これアーカイブされるので、まあ、そこの部分ね、繰り返し見るとちょっと面白そうだなと思っていただけると思います。ちょっとですね、雲うまくいくかな。挿入から球体出して、で、これを一応ダイナミッシュ、一応っていうかダイナミッシュかけて、で
で、また、結局、ノイズ。このあたりがいいかな、このあたりがいいかな、このあたりで、またこれでいいかな、これでいいかな。まあ、いろいろ試すといいと思うんですけども、じゃあちょっとこのあたりでやってみて、サーフェスで、編集で、ノイズ、こんな感じに、ちょっと仮にこんな感じにして、で、OK だよと。で、メッシュに適用じゃなくて、マスクに、あ、一回メッシュに適用しようかな。一回、少し雲の具合をどうしようかなと思うんですけども、また地表と同じように、地表よりは少し浅めにして、で、こんなもんかな、こんなもんかな。で、OK し、で、その直後に、あ、メッシュに適用一回して、解像度が低いかな？解像度が低い。256にしとこう。256にして、で、サーフェスから、メッシュに適用。で、今度は、またさっきのね、これ使ってもいいんですけども、そんなにくっきり分ける必要はないので、ノイズ編集、OK と。で、今度は、マスクに適用。で、これでどんなマスクができるかな、これで、コントロール W。もうちょっと拡大しようかな。マスク拡張、あ、マスク縮小で、少しマスクの幅を変えて、マスク縮小連打でシャープに、うん、でね、あんまり綺麗じゃないな。うん、ちょっと気に食わないからやっぱりあっち使ってみよう。うん、サーフェスでもう一回こうしといて、で、ちょっとこいつ一番下にしといて、挿入から球体で、こんな感じにしようかな。で、こんな感じにして、で、これで、結合で、下と結合。で、OK をし、これ皆さんよく使います？これなかなか面白い。インターセクションマスクで、で、その後分割で、シェルごとに分割し、で、必要な方だけ。ね、これ、でもこいついらないや。これ削除して、で、これで、グループ、ポリグループ作り、ポン、ポンと、こっち。で、これで、トポロジー編集から、非表示削除。で、非表示削除の後に、ポリグループから、自動グループを押して、で、自動グループを押して、で、もう適宜、雲をもう減らしていって、ってやったのが作例でした。まあちょっと急ぎ足で申し訳ないんですけどね。こんな感じで、何がいいかな。あ、失礼。これ全部 RGB、これにしとこう。スケッチか。もうちょっとマシなやつがあるかな。これでいいや。はい、ちょっと雲多めですが、ちょっとね、不細工な雲なんですけども、こんな風に作りました。クレイポリッシュ。少し柔らかくしてもいいし、しなくてもいいし、みたいな。こんな感
ちかな。はい、はい、これでレンダリングしてみよう。はい、まあちょっとの即席のね雲ですけどね、こんな風になりました。なかなか面白いと思うんですね。これ今説明しながらやってるんで、まあ、4、50分かかってますけども、単に黙々と作業する分には、まあ、10分15分でできるので、ぜひ試してほしいなと思います。はい、ぜひね動画も、改めて見直していただけると嬉しいです。今日は、いろいろ作りましたけども、いかがでしたでしょうか。はい、そんな感じしますかね。はい、いろいろ奥深いんですよね。もう、こう地球の作り方に関しては、もう全然ブラシ作業せずに、こっそり全部マウスでやってたぐらいなんで、スカルプトの腕がね自信ないっていう方でも Z ブラシ十分楽しめるよっていうことなんですよ。スカルプトだとねやっぱり練習とか、そう腕が出やすいんですけども、もうこういうパラメータを変更したり調整ってことに、そういう、これ僕、これね、スクリーンセーバーオフにしてないんですけども、そういうパラメーターの調整とか編集によって、モデリングもできるっていうのが Z ブラシなんですね。で、指輪から、この地球にかけて、もうはっきり共通点は、やっぱりブラシじゃなくて、物体と物体を組み立てる。で、その組み立てる過程で削ったりすることにより造形していくって、そういう Z ブラシのアプローチもあるよってことを、お見せしたいと思って今日のメニューにしました。指輪と地球、そういう共通点があったんです。美しくまとまったところで、今日は以上になります。明日は僕の Z スクール、あるんですよね。もう立て続きに Z な日になります。皆さん夜遅くまでお付き合いありがとうございました。また放送でお会いしましょう。また別のね、セミナーとかでもお会いできればいいかなと思います。またツイッターで、フォローしていただいている方は、ツイッターで会いましょう。今日はね、ちょっとバタバタしまして、すいませんでした。また、よろしくお願いします。お疲れ様です。今日は以上です。文字でも、恒例に。これ僕はこれチャットで文字打つと Facebook の表示的にはピクソロジックが打ってるみたいな表示になるんですよね。確か前回は間違ってるかもしれないけど、お疲れ様でした。はーい、またお会いしましょう。感想よろしければ Twitter とかでよろしくお願いします。では終了します。配信を終わります。